心配してるよ。申し訳ない。もうそうなんですね。何が出てくるのかと思った。今日はこの席座ったらダメな。それでそれで必死に島田さんそこまで必死に嫌がるのかなと。それでですね、5万アモペン入りますので。やったー、すごい嬉しいです。もらってばっかしで、いつも。いえいえ、素敵な、あ、綺麗、記念すべき2021年。本当だ、うん、ありがとうございます。これで家で毎日ビール飲めますね。毎日ビール、日本酒飲みます。やったー、本当にありがとうございます。わざわざこんなん用意してくれてたんですね。もう自宅に戻ってきました。今日はアモールの設立当初から支えてくれてる事務責任者のことちゃんのサプライズで、厚労省のサプライズをしました。本当にいろんなことが、まあ、会社ね、5年以上もやってるといろんなことがあったんですけれども、ずっと変わらず支えてくれて本当に感謝しているので、内緒でサプライズをしてみたらすごく喜んでくれて号泣してくれて、私もほろっときました。人って一人では生きていけないので、本当たくさんの方々に支えられてサポートしていただいて今があるって思ってるんですけど、身近なスタッフ、本当家族みたいな感じなので、本当に今日は感動的な一日でした。こういうことがあるから頑張れるんだなって思います。本当にいつもありがとう。今日は一日これで終了です。最後までご覧いただきましてありがとうございました。